なんとですね、今回はすごいものがお家に届きました。これは何かと言いますと、じゃじゃーん、レンコン、大量のレンコンが届きました。うわ、待って、すごいわ、うわわわわ、どうしよう、ほらどうしよう、とりあえず全部泥取ってレンコンを使いやすいように処理した方がいいよね。めっちゃ泥、これ全部洗うの相当大変だよ。ちょっと待って、とりあえずこんな感じ洗ったら、何個使おうかな。とりあえず今日作るものはレンコンとサバ缶の炊き込みご飯とレンコンのお酢漬けとレンコンが入った豚汁と筑前煮みたいな作ろうかなと思ってるんですけど、とりあえずめっちゃ水道が詰まって大ピンチ。全部で1,2,6,7,8個使えば、8個使ってもうレンコンパラダイスだよ。ちょっととりあえずこれでいきます。では調理していきたいと思うんですけど、ひたすらレンコンを用途に分けて切る。そしたらとりあえずすべてのレンコンの皮を剥きます。できれば1時間半で全てを完成させたい気持ち。ということで、レンコンがやっと綺麗に皮も剥けて泥もない状態になりました。アク抜きをしたいと思います。レンコンはアク抜くときにお酢をちょっと入れた方がいいので、お酢を入れた水に切ったレンコンを入れて、ちょっとアク抜くんで、とりあえずどうしようかな、炊き込みご飯も薄く切ろうかな。これをまずお酢漬けの部分を酢水につけてアク抜きします。筑前煮と豚汁はほとんど同じ形でいいので、1センチぐらいこんなもんでいいでしょ。この量を全部アク抜きします。これは半々に分けて豚汁と筑前煮で、炊き込みご飯に入れるのはもうこの半分の薄めでいいんだけど、めっちゃ多いわ、1個多かったな。どうしよう、何をどこにどう足そう。これが炊き込みご飯用、もう半々にしよう。半分はお酢のレンコンにして、半分はもう味噌汁に入れちゃいます。待って、多すぎない、マジで。全部のレンコンが完成したんですけど、その他諸々の野菜も切らなきゃいけないから、アク抜いてる間にその準備をしたいんですよ。何を使うかというと、筑前煮、人参は絶対使うじゃん、筑前煮も両方で、キイがジャガイモを入れてほしいって言ってたから、うわ、人参が1本しかない、どっちに入れよう、どうしよう、人参が1本しかないわ、うわ、人参どうしよう。筑前煮に人参を入れて豚汁は諦めるか、豚汁は諦めよう。アク抜きしたこの薄く切ったレンコンを火が通るまで茹でます。大体でもね、割とすぐ茹でるんだよね。じゃがいもの皮を剥いて筑前煮に入れます。筑前煮かなんだかもうよくわかんないけど、あと生姜を千切りしないといけない。これがね、また時間がかかるんですよ、生姜の千切りが。生姜を千切りした方が豚汁がめっちゃ美味しくなる。じゃがいももあく抜きしない。オッケー。こちらのレンコンを、これはもうあとはお酢につけるだけなんで、水分を切って、タッパに輪切り唐辛子を入れて、簡単酢もどこどこ入れる。以上、レンコンを。かるぐらい、はい、オッケー、完成。これはちょっと冷まして、先にちょっともう筑前煮を、人参少ないな、
ぶち込みたいわけよ、もう。じゃがいも、れんこん、きのこ、肉を入れて、醤油、みりん、だしぐらいでいいかな。冷凍してある肉をちょっと切らないといけない。生姜を千切りしちゃおう、先に。皮ごと使うんですけど、めっちゃめんどくさいんだけど、美味しくする方法は、生姜をね、一回スライサーでめっちゃすって、それを千切りするのが一番薄くて、なんかその、小籠包につける生姜ぐらい千切りになるのが美味しい。おすすめなんですけど、めんどくさいっていう。時間がかかるから、本当はこの生姜を冷凍しておけばいいんだけどね。生姜を千切りするんですけど、これがまた時間がかかるんですけど、頑張るしかない、やるしかないということで、とっても面倒くさいんですけど、これやると美味しいの。はい。そしてまた同じことを何度も繰り返すんです。ああ、疲れた。あと2回戦ぐらい。はい、生姜を切り終わりましたということで、これでもだいぶ切るものは終わったので、鍋にもう生姜をぶち込んで、これをとりあえず最初炒めますんで、ごま油と生姜を、その後に豚肉を炒めますんで、えのきも切っといて、えのきも豚汁に入れますから、えのきは半分にして、はい、そしたらやっと肉が切れます。冷凍してある肉だからもうすぐ切れる。あんまり大きいとさ、食べづらいじゃん。だから一口サイズにした胸肉を入れて、お水500、醤油大さじ4、酒2、みりん3、白だし1で、ちょっと生姜入れるか悩む。生姜をちょっとだけ入れようかな。小さじ1ぐらい。で、蓋を閉めて、これで圧力かけてみよう。うまくいくかどうかはわかりませんが。はい、これでやってみます。そしたら今度はこれを調理しますけど、火をかけてごま油と生姜を炒めます。はい、ということで、やっぱりもうカメラの充電が本当にない。でとりあえずご飯を炊きたいと思うんですけど、このご飯にサバ缶、コストコで大量買いしたサバ缶の水煮を水分だけ入れて、水分を入れます。水分入ったら、まあ、2合だから2合の線まで入れて、醤油大さじ1、みりん大さじ1、すりおろした生姜も入れてみようかな。サバ缶も入れて、で、レンコンも入れて、梅干しも入れます。レンコンを。梅干しはもう2個。3つぐらい入れちゃおうかな。これでもう炊飯する。美味しいかわかんない。やってみます。で、この後は、もう充電がない。いつ切れるかわかんないので、充電しなきゃいけないんですけど、豚汁作るんですけども、とりあえず、生姜をごま油で炒めたら、ニンニクチューブを入れて、で、ニンニクチューブで炒めたら、そしたらもう豚肉を炒めて、そしたらもう水、材料全部入れる。で、できたらもう味噌。みりんをちょっとかけるのかな。で、完成なので、っていう感じなので、ほんと充電が切れるので、また完成したら報告します。はい。カメラをね、ちょっと充電してる間に全てが完成しました。あとこちら、だしも入れます。これのお酢漬けは絶対に冷えてからの方が美味しくて、半日ぐらい冷蔵庫に入れて、お酢を染み込ませた方が絶対に美味しい。これはまだ完成じゃない。まずはこのレンコンのお酢漬けね。これはちょっと冷蔵庫で冷やしたら完成すると。こちらの筑前煮ですね。どうでしょうか。こんな感じでーす。まあ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 。ちょっと味がやっぱね、薄いかも。あ、美味しい。まあ、もうちょっと濃くてもいいけど、こんぐらいでもいいかも。うん。うまい。
これはまあこれでいいとして豚汁ですね。こんな感じで人参がないからちょっと色合いが微妙なんですけど、うん、あ、うまい。美味しいけどね。何かもうガツンともう一味欲しい。そして最後ご飯が炊けたのでどうなってるか、これが一番心配。ではおっと、じゃん、あ、よさげ。梅干しの種取って、ちょっとさ、全然いい香りってなってないからちょっと心配なんだけど、味全然美味しそうな匂いしてるんだけど、ちょっと食べてみよう。心配、味見してみます。うまっ、これはうまい。梅もっと入れてもいいかも。いいね。待って、これみんな作ってほしい。待って、これめっちゃうますぎるんだけど。待って、ちょっと待って。ちょっと待って、うますぎてさ、もうちょっと味見していい？うん。これうまっ。一番美味しい。今日作った中で。サバの臭みが一切ない。そして生姜を入れたことが良かったかも。サバの臭みを消してくれてる。生姜が。だけど、がっつり生姜じゃないから、生姜してない。めっちゃ美味しい。大成功。てか、このご飯めっちゃ簡単で、多分レンコンなくてもいいと思う。じゃあめっちゃ美味しいからぜひやってみてください。すべて完成しました。ぜひやってみてください。